メリークリスマス。皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は皆さん先ほど見てくれた通り、お父さんにちょっと早いクリスマスプレゼントのサプライズをしてもらいました。リクチャンネルのライブとかルーティンでも言いましたね。見てくれた方ならわかると思うんですけど、私最近めちゃくちゃピアノにハマってるんですよ。で、前まで電子ピアノ持ってたんですけど、壊れちゃって引っ越しの時にね、もう捨てちゃったんですよね。で、急にピアノにハマりだし、で、最近は電子ピアノもないから、こちら、じゃーん、タブレットのピアノのアプリで練習してました。で、ね、結構ライブのコメント欄とかでもすごいおすすめのピアノとか皆さん書いてる方もめちゃくちゃいて、マジで本当にアドバイスありがとうございました。いろいろ調べてたんですよ、そのピアノで。パソコンとかタブレットにつなげられて音を編集できる電子ピアノがいいなっていうのを話してて、今回お父さんこちらに決めてプレゼントしてくれました。私よくブランドとかはわからないんですけど、まあこんな感じのやつですね。ここに書いてあります、詳しく。今練習してたのが鬼滅のグレンゲをね、ちょっとだけ練習してやめちゃって、でエヴァンゲリオンをめちゃくちゃ練習してました。あー、でかい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 。これちょっと下置いて上に出しますね。よいしょっと、やばっ。このね、ピアノなんですけど、なんとコンセントがいらないんですよ。 USB だけで、パソコン、そしてタブレットにもつなげられちゃいます。まあこれちゃんとしたピアノっていうよりすごい初心者用なので電子ピアノって感じですね。おー、え、嬉しいんだけど、マジでいろいろボタンありますね。よくわかんないですね。いろんな機能がついてんだね、これね、いっぱい。私ピアノね、4歳くらいの時にお父さんとピアノの体験みたいなの行ったんですけど、大泣きして帰ったらしいです。習っとけばよかった、マジで。その時 iPad につなげるらしいんですけど、どんな感じ。あー、なんかコンセントがついてました。あ、 USB のコンセントですね。こちらコンセントと、でこちら説明書の中にパソコンでつなげて使えるソフトみたいなのも入ってるらしくて、それダウンロードしてつなげて使ってみたらいい感じの音楽ができるらしいですね。まあよくわかんないんですけど、これはもうちょい慣れてから使ってみたいと思います。で、iPad に USB がね入れられないので、こちらのアダプターをつけてやっていきます。これをよし、じゃあつけてみましょう。ここか。はい。あ、光った光った、ここら辺。光った、ほらほらほら。おー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 、すごいすごいすごい。で、iPad の中のこのアプリみたいなの開いて、あ、これできんのね。え、押すよ押すよ、いくよ。なったなったなった。あ、音量は iPad か。あー、すごい。やば。なんか、ここの、ハンドルみたいなぐるぐる回す、これでこう押してこんな感じで、すごいもう一丁前な音になりますね。じゃあちょっとやってみますか。あ、ちょっと手が遠いな。あ、これで変えられるのか。ああ、じゃあちょっと弾いてみますね。下手くそなんですけど、ちょっとエヴァンゲリオンの曲を弾いてみたいと思います。まあ下手くそです。素晴らしい。で、続きいきますね。音が全然違うの。やば。
音が違う。まあ、こんな感じでミスしっぱなしでめちゃくちゃまだ下手くそなんですけど、感動です。で、それプラス、iPad でなんかね、レコーディングみたいな、録音できるやつがあって、それを押すと、押して、こうやって弾いて、ここにね、iPad に入るんですよ。その、私が今弾いたやつとかが。まずやってみますか。いきますね。これか。ですね、音。うわ、すごい。へったくそ、私まだ。でもすごくない？こうやって録音して聞けますね、ちゃんと。じゃあさ、どんくらい上手くなったとかさ、ミスしてるところとかさ、これで確認できるからいいですね。で、あと、これってね、いろんなね、音楽の音も流せるんですよ。例えば、そう、ギターの設定にしたら、こんな感じギターの音になるし、で、例えばね、違うやつもいろいろあります。うわぁ、これはすごいですね。で、そして、例えば、そのさっき録音したものを残したまま、例えばギターをまた録音します。あら、流れてんの？これも。すごい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 。聞いた？前録音したやつも流れて、それと一緒に、ほら、よくさ、音楽でさ、なんか歌の裏で流れてるギターとか演奏できちゃうんですよ、一緒に。で、録音したの、いきますよ。ちょっと今、適当にやったんで、めちゃくちゃごっちゃなんですけど、こんな感じで、二つ重ねた音も出るんですよね、録音して。で、三つ目もいけるかな？マイクもできるし、歌も入れられる。まあ、音痴なのでね、無理なんですけど、いきますよ。おぉ。すごい。やばいですね。3つ入れられたよ。いきます。もう、やばくない？これ。これさ、ちゃんとさ、練習したらさ、めっちゃいい感じになりそうですね。で、これ iPad だけでこんなにいっぱいできるのに、ソフトをダウンロードしてパソコンでやったら、マジでもう何でもできちゃいますね。いやー、じゃあこれからもね、どんどん頑張っていきます。まあ今弾けるのは、エヴァンゲリオンと、まあ、グレンゲちょっとだけ弾きますね。ちょっとしか弾けない。しか覚えてないですね。まあグレンゲは諦めて、今エヴァンゲリオン全部弾けるように頑張っていきたいと思います。はい、じゃあということで、ね、今回私がクリスマスプレゼントもらったピアノをね、開けてちょっと弾いてみたんですけど、まあまだまだ下手くそなんですけどね、これからどんどんね、頑張ってピアノも弾いていきたいと思ってます。で、もしね、アドバイスとかあったらぜひぜひ教えてください。もうエヴァンゲリオン完璧にしたら動画で弾きたいと思います。左手が難しいの、めちゃくちゃ。じゃあ頑張っていきます。またピアノの動画見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よし、頑張ろう。